太宰治正義と美少より、えー、勉強について書いてました。えー、それで、まあ、ツイッターで見たので、ちょっと朗読しようかなと思います。昨日の、まあ、動画で、まあ、鶴岡鴨の橋の、えー、な、生放送見ながらやってたんですけど、鶴岡鴨の橋の方で、あの、ユタポについていろいろ、まあ、 えー、結論から言うと学校行けっていう話なんですけどまあ,あの、えー、詳しくは鶴岡かもの橋の動画を見たらいいかなと思うんですが、えー、まあその自分からも何か言おうかなと思ってうん、えー、この太宰治ム正義と美笑の中の勉強についての一文を読み上げたいと思います。 勉強というものはいいものだ。台数や幾何の勉強が学校を卒業してしまえばもう何の役にも立たないものだと思っている人もあるようだが大間違いだ。植物でも動物でも物理でも科学でも時間の許す限り勉強しておかなければならん。日常の生活に 直接役に立たないような勉強こそ将来君たちの人格を完成させるのだ何も自分の知識を誇る必要はない勉強してそれからケロリと忘れてもいいんだ覚えるということが大事なのではなくて大事なのはカルチベートされるということなんだカルチュアというのは公式や単語をたくさん暗記していることでなくて 心を広く持つとということなんだつまり愛するということを知ることだ学生時代に不勉強だった人は社会に出てからも必ずむごいエゴイストだ学問なんて覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだけれども全部忘れてしまってもその勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残っているものだこれだ これが尊いのだ。勉強しなければいかん。そうしてその学問を生活に無理に直接に役立てようと焦ってはいかん。ゆったりと真にカルチベートされた人間になれ。以上です。えー、まああの、ちょっと言い間違えたりとかもあるんで、えー、編集しました。はい。まあこんなね、あの、ありがたい。 言葉まあねまあ自分の方で何か言うことあるかっつったらうーん結局はあれだね個人主義だからね、うん、正解はないって言ってしまえばいいんだけどただねその正解に近いのか遠いのかっていう話をするならまあ学校に行かないのは正解から遠いんだろうなっていう。うん まあそこかな自分が言うのはそこだユーチューブとかね片手間でやれるからねうんもうねつまんねつまんね,まんねっていうかまあやりようにもよるだろうけど、うん、まあ本気でやるなら本気でやんなくちゃいけないけど本気でやってんのかっていうところもあるしね、うん、自分はあの本気にやってないユーチューブはマジで本気にやってない うん <laughs> これいる下りいらねえ下 <laughs> りいらねえ <laughs> まあねだから YouTube やることはすげえいいことだと思うけどうんただまあ、うん、学校に行かないのはね 正解から遠いなって思う正解っていうかまあ例えばあの1億円掴むための近道としては遠いなみたいなそういうことですねうんそれでいいと思うそれで合ってると思ううわあだんね <laughs> はいえーここまでご視聴ありがとうございましたここまで <laughs> はいえーいやーラーメン食おう